今日もというか今日は、野外ライブですね。これね、仕方ないんですよ。絶対にその所定時間にいないといけない。始まるのが遅かったから終わるのも遅くなったって、もうなんて極めて当たり前の断りでございまして、いやーせっかくねもういいね、花火がワンワンワンと上がってますね。ほんで今日何やるかなって全然考えてなかったね。何やりましょうかね。でこれ駐車場の入れ方がちょっとこれね、枠をはみ出してるので、これね入れ直しますわ。入れ直すっていうかちょっと出して、頭出ししてもう一回バックさせるって、それだけのことですね。こういう動作というか操作をやってるのが生で見えるっていうのを、今ね車の切り返しをして、切り返しをしながらバックするというところをね、生で見ていただいたわけですよ。すなわちなんていうかね、あれだ、話すことがね思い浮かばないですね。全然何話しようかなって考えてなかったし、ネタ帳も手元にないので、本当に何話しましょうかね。梅雨に入っておりまして、天気がね、今外の天気ちょっと見せましょうか。こういう感じの天気ですよ。雲を見せてんのか、電柱を見せてんのか、わかんないと。電柱を見ていただきたかったわけではないわけですよ。それでね、そのね、そう、ちょっと今ね、言おうと思って、ちらっと思い浮かんだんだけど、パッと消えちゃった。こう火をチェッチェッチェッとこうつけかかったら火花がペッペッと飛んだんだけど燃え移らないでという状態ですね。この辺までね、トピックスはこれだ、トピックスはこれだってね出てるんだけど、表にいでこよ我が考え、喋りたいこと、ちょっと待ってよ。なんかね、トピックスがあったんですよ。皆さんにお伝えしたらとってもいいようなトピックスがあって、何やったかな。まあ、というのもな、日課生放送、一つのこう、ルーティンっていうか、だいたい6時になったら始まる、あって終わって、たらまあ保存するわけですね。保存で、保存するときに間違えてはいけないのは、この今保存したのをずっと置いときますか、それとも30日後に削除するようにしますかっていうのがね聞かれますので、ダイアログボックスで聞かれますので、いや30日じゃなくてずっと置いといてねっていうところにチェックしておいて、次に進めるっていうことをして保存するね。それからその保存されたデータですね、すなわち私のこの喋ってる姿形を映った動画、それから音声、これがセットになってるわけですから、まあそれをダウンロード一遍して、そこからこう YouTube ですね、今日刊生放送オブ三浦道春っていうねタイトルしましたけど、そういう YouTube に載せる、ですから1000何回なの ?100 回超えたんだっけ、それだけ YouTube にずら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 っと並んでるわけですよ。その作業はもう完全にマネージャーさんにお任せよろしく。あともう一つね、そうなんですよ、その間にっていうか並行して今日の日刊生放送の内容はこんなんだったよ、これはそのフォーマットがちゃんと決まってまして、ビジュアルなフォーマットがね
日刊中黒生放送、第何回っていうのを書いて、その次にタイトルを書くわけですね。でタイトルの長さ制限があるんですよ。ああ、マネージャーさんから1144回だって。1144回だから1100回超えてるっていうのは当たってたわけですね。1144回ね。今日がってことかな、先週の土曜日がっていうことかな、多分今日がなんでしょうね。でその日刊生放送1144回って書いて、でタイトルを入れるわけですよ。でこれ時数制限があって、私何時だったかなって、あんまりなんとなくこれぐらいまで入れれるかな、そしたら長かったら入れれない時数分マネージャーさんがね、4時多くて入りません、あ今日が1145だって、今日が1145、あの4時分長いですとかって言ってきてくれますので、削るっていうのは Facebook の上で削ると、そうすると時数的に、YouTube に載せられる長さのものになってるので、それをテキストの方はコピペしてマネージャーさんが YouTube に載せてくれると。最近ね、閲覧回数が YouTube の方で多かったのがって言ってもね、なんか今なんか YouTuber とかってやってる人のすごいこう影響力のある人、インフルエンサー、それぐらいでも桁が2つか3つ違うわけでね、私の日刊放送の中では非常に画期的な三浦綾子さんのことを話した時に300ちょっと300ちょっとで、ね、多かったって喜んでるってね。でもやっぱり私にとってはね、一人一人聞いてくださる方がね尊いですよ。あんな YouTube ずらずらって並んでるの、どうやって人の目につくんでしょうかね。こんなのありますよってこう聴取者候補の方のところに連絡というか告知というか行って、ああ面白そう見ようって何らかの操作をしたら私のところに入ってきた。306回かな今のところ。これはクリスチャン新聞タイムスリップのことなんでしょうかね。306回かな今のところっていうのが、あのクリスチャン新聞タイムスリップっていうのは、その私の日刊生放送のルーティンで第1部があるわけですよ。で第1部はそんなテーマ設定なくって、まあいろんな私が面白いと思った情報とかね、雑談、それから第2部と称してクリスチャン新聞タイムスリップっていうのをやってるわけですね。クリスチャン新聞タイムスリップというのは何かというと、私が昔クリスチャン新聞に記者として勤めていたって言っても、もうずいぶん昔のことになりましたね。そしてあのクリスチャン新聞というのは1967年から始まっておりまして、すごくね面白い記事が多いわけですよ。面白いっていうのはあのインタレスティング、興味深いっていう方ですよね。だからこれ実話ですからね、クリスチャン新聞すべてあの実話 で週刊で出してますから、まあ週刊実話っていうことなわけですよ。ね、実は起こった話か、まあその生の人間にその人本人が思ってることを直接聞いてとか、実際起こった出来事を取材してって、そういうものばっかりだけ載ってる週刊実話であるクリスチャン新聞。そんな中でそのそもそもの経緯がね、これ大体どんな新聞社でも縮刷版って昔からあったじゃないですか。パソコンとかそういう時代になってなくっても、いわゆるそのマイクロフィルムってやつですよ。マイクロフィルムに紙面写真に撮っといて、で何らかの検索機能があってね、検索できるマイクロフィルムなんかこう覗いてどんな記事があるかなって探すシステムなんですかね。私使ったことないから分かりませんけど、すごく小さいね、この腕時計の盤面ぐらいの大きさになるんでしょう
かね、1ページがね。それで全然そういうのやってませんでした。でバックナンバーを残しといてっていう意識がすごい乏しい感じの新聞って名前ついてるのに、不思議なね、まあ、新聞社じゃないわけだ。命の言葉社クリスチャン新聞部ですから、正確に言うと。だからなんかそういう新聞記事、週刊新聞ということで載ったものをバックナンバーを大事に資料として保存しておかないといけない、そういう意識がもうほとんど事実としてね、まあない なしで来たと。でも私昨今その問題性っていうのをすごく強く大きく感じるようになってきたっていうことなんですけども、だけどまあやっぱり必要だよねっていうことで、何年前だったかな、5年か6年前に昔のね1967年からのクリスチャン新聞バックナンバーを全てあれアルバイトを雇ってやってもらったって言ってましたけど、スキャン取って、だから A2 か A1 か、あの新聞の1ページをいっぺんにまるっとするとスキャンができる機械をレンタルしてきたんですかね。大変な作業だったと思いますよ。ページ立てが1号がまあ7ページとか8ページとかあって、1年40だから、まあ、40×6 としても50週か、50はないかもしれないね、休みがあったりするか、まあ、50として6としたら5630で3000枚のスキャンか、3000回この退屈なスキャンの作業を繰り返して、それがまた1年分だけじゃないからね、10年分だったら3万回、30年分だったら9万回というふうに、もう根性を入れてやらへんかったら、とてもスキャンでもそれねやってくれちゃったんですよね。ですから今クリスチャン新聞1967年以降のものを全て、まあ、ある時期から2000年になる頃から、まあ、いわゆる新聞作るのは DTP で作る、 DTP で作るっていうことはテキストベースにもなってますから、そのままその保存してるっていうね形にな、それまでの紙の紙面オンリーだったのを全て77、87、97、30年分ぐらいですね、 PDF ファイルということで収めてくれた、ネットからも見れる状態。これはクリスチャン新聞を買っていただいて購読していただいて、そしたらその人は見ることのできる権利があるわけだ、ね、ここからアーカイブに入ってくださいという入り口があって、そこから入るということなんですけども、でそれ私見てて、だから検索が効かないんですよね。 PDF はなんか種類が2つあって、もう本当に画像だけの PDF だから文字があるんだけど、もう画像としてしか認識してない。そうじゃなくって活字を PDF にしたらそのままテキストになるってあるじゃないですか、ね、多くはそうなんだけど、だけどこれね仕方がない面もあって、昔の活字ね、小さくてなんか潰れたような新聞の活字、しかも15段組でね、1段15字とかね、それを結局認識 OCR ってことですよね。でこうテキスト化できる PDF というのはこう画像として文字がある、その上にピタッと重なってテキストデータが乗っかってる、だからまあ見たまま画像になってるやつを日刊生放送の大戦何回が始まりましたっていう文字列があったら、そこをこうね選んで選択して、でコピーペーストっていう操作ができる。それができないわけですよね、全くの画像だから。そうすると何が困るかというと、検索ができないわけですよ。検索がだから昔からの記事があったら、一つのテーマ、例えばね
船っていうキーワードを決めて、で検索できる状態だったら船っていう風に検索かけたら、1968年の3月20日号、その次は1972年の何月何日号何面ってピッ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 って出るわけじゃないですか。で本体を開けてって、あ、確かに船っていう単語が入った記事だな。そうするとその船という単語が出るような記事を見つけて、それらを総合して一つの文章に、文章作品にするっていうことができるのになって思ったわけなんだけど、それができないなって思ったわけですよ。でちょっと嫌になりまして、かなり放置してたんですけど、パッとひらめきがきましてね、いや、ひょっとしたらこれ OCR してくれてる人も結構間違いとか多いかもしれない、船っていう活字をちゃんと船として認識してないで他の字になってる。そうすると検索かけても船の記事のはずなのに検索に引っかからないということになるわけでしょ。うん、そこに思い立ったわけですよ。それでもうコツコツと手作業でっていうか、私が手作業でエクセルにね、1967年の8月18日を一面の内容っていうことで、でそのエクセルにデータとしてね、データベースにしたい。それで何をデータベースにするかというと、まずね、固有名詞ですよ、固有名詞。これはね、営業戦略的な狙いもありまして、私別にもうクリスチャンジムの人間じゃないから考える必要はないんだけど、まあ考えてあげたところですね、クリスチャン新聞に載ったことがあるっていう人がね、いや、これもし検索機能があって固有名詞全部出てますよって言うんだったら、もう1回だけ載せてもらったことある、検索かけたら、果たしてね、1986年の5月何日号何面に私のことを扱ってくれた記事が出てたって発見することができるわけじゃないですか。すると非常にこう親しみが湧くわけですよね。ああ、クリスチャン新聞っていうのはやっぱり俺たちのメディアだっていうね、俺たちが一緒に作ってきたんだっていう感覚がぐっと盛り上がるわけで、そうすると今やってることを未来にやっていくことに対するこう求心力っていうのはできるわけですね。そういうことを深く考えてやってるわけですけど、まず固有名詞ですね、人の名前、それから団体の名前、あと地名とかどうするかだよね。だからこれは検索かける側がどういうシチュエーションでどういうふうに引くかなっていうことを考えて、まあ最適解を3つ、全部の文章載せるわけにいきませんかね、全部の文章載せるのはできませんから、とてもとても、あ、なかなか緻密な作業ですね。やってるうちにね、やっぱり内容を読まざるを得ないじゃないですか。それと忘れてた固有名詞とともに見出しですよね。見出し非常にもうその時その時の記者さんとかデスクさんがもう考えに考え抜いてつけてますからね、編集マンがね、やっぱりこうどういうことが書かれるか圧縮されてますよ。それが検索に引っかかった時に非常に役に立つ。また見出し以外にも私が目を通して、あ、これは入れといた方がいいな、これで検索して引っかかった方がいいなって判断したものをまあ入れとくっていうことですよね。うん、それで、そういうふうにしたら結局中身を読まざるを得ないわけや、こういうキーワードで引っかかった方がいいなって判断するためには読むしかないわけで、読むとね、要するに面白いわけですよ。それで始まっちゃったのがノートに書いてる栗時旅人ですよ。クリスチャン時の旅人、クリスチャン時の旅人、略して栗時旅人で、栗時旅人の顔合うアイコンがね、アインシュタインじゃなくって、バックトゥーザフューチャーかのね、時間旅行ね、タイムマシーンが出てくる、バックトゥーザフューチャーの、
主人公は誰なんですかね、あの青年の方なんですかね、毒博士ってやつ、毒博士ね、白い息をこう長い白い息をもうなんか振り乱してですね、奇抜な発明する、でも天才科学者でタイムマシーン作っちゃった、でも天才たるゆえんで、自分のね愛する愛機デロリアンを、デロリアンかっちょいい車をタイムマシーンに改造してしまうこれね、一番最初のタイムストリップが実現した時に、あれ青年の名前が何やったかな、ちょっと忘れちゃったけど、深夜にね広いところでね実験やって、青年は知らないわけですよ、タイムマシンを毒博士が作った、でデロリアンが出てるからね、あ何するんだろうって、そんでこの何リモコンでスタートさせてこっちに向かって突進してくる、で逃げるな逃げるな、そしたらそのピューッとこのデロリアンが消えてですね、火花というか光の線が二人の足の下がビビビビッと後ろにね、そういうまあ映画だからね、映画だから何でもありですけど印象的なシーンですよね。それでこうプラカードじゃなくて、なんだっけ、あの車の番号が書いてあるやつ、ナンバープレートだけカラン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 ってね、車本体なくなっちゃったのにナンバープレートだけカランカランって足元に落ちて、それを青年が拾いながらあちちっとかで手を離すんだけど、ね、で中にね犬が乗ってたわけです。犬の名前が毒博士の飼ってる犬でアインシュタインってクラチな命名だよね。ひどいじゃない、アインシュタインがいなくなっちゃったよって、博士がいなくなったんじゃない、タイムトリップしたんだね、彼を未来に送ったんだね。でも正確に言うと1分後だけどっていうことでね、そうすると青年がね、博士それだったらデロリアンをタイムマシンにしちゃったの、あれ英語ではちょっとニュアンス違いますけど日本語でそう訳しててうまい訳ですよね。そうするとまた英語とちょっとニュアンスを変えて日本語に合わせてね訳してるわけですけど、名訳ですね、どうせ作るならかっこいい方がいいじゃないか、タイムマシン作るんだったら光もなんか機械だなっていうダサい感じじゃなくって、スタイリッシュでかっこいい方がいいじゃないかっていう毒博士のね名セリフですよね。それであの名車デロリアンがね、タイムマシーンになってしまって、それでその毒博士の顔写真を加工してね、それが毒博士の顔がクリトギタビトたる私のね、クリトギタビトっていうペンネームですね、それの丸い顔アイコンになってるということですね。だからまさにタイムトリップ、タイムマシーンの世界なんですよ。でこれ大事なことは、その一生懸命日本でクリスチャン少数派だけど一生懸命いろんなことやってきたわけだね、日本社会でクリスチャンでない人々と協力して非常に犠牲も払って社会にいろんなものをね一緒に残してきた、そうなんだけどそこにクリスチャンの足跡もあるんですよっていうことが記憶に残ってないっていうことになっちゃう。だから昔は紙しかなかったからね仕方がなかったけど、今あのインターネットの世界になってで電子データになってるものを検索して探す、で今やチャット GPT ですから、ネットに載ってないものは反映されないわけですよ、固有名詞であれ出来事であれ何であっても。そうするとそのまあ例えばね、ある名前が何やったかなちょっと忘れちゃったけど、軽井沢を拠点としてある方がね、その教会堂を建てるのを助ける、でそれも教会員も牧師さんも自分たちが汗を流して、高田亀夫さんっていう人、牧師も教会員も一緒にセメントこねたりとかね、
そういうところから汗を流して一緒に立てるというやつしか私はやりません。そういうポリシーのね、最終的には100件ぐらい立てたみたいですね。だから値3000万とかね、そういう規模のものも立てた。だけど今インターネットで高田亀雄さんとか高田建設って引いてもヒットしないわけですよ。全然ヒットしないということは、高田建設、高田亀雄さんがすごい深い思いがこもってるわけじゃん。全国の教会、兄弟姉妹が新しい街道を建てる。で、まあ、普通の工務店に頼んだのと、まあ、半分ぐらいでね。だから人件費が浮きますから、そういうコンセプトですよ。ね。お金はもう伝道、選挙、教会活動そのものに使ってくださいと。自分たちで一緒に汗を流して教会堂を建てれば、まあお金の節約のみならず、一緒に教会建て上げてる、教会建て上げるっていうのはもちろん建物だけの話じゃないんだけど、極めて象徴的っていうかね、この建物も私たちあの時一緒に汗を流してね、建てたじゃないか。で、将来の後輩たちもね、先輩たちが自分たちでセメントこねて、鉄筋も組んで、ね、大工仕事をもろもろやって、これ建てちゃったんだよねって語り草になるわけでね。こういうその教会の物語ですよ。そういう物語いかに大事かという高田さんの思いがきっとこもっているんでしょう。ところが全然それがネットに載ってない。高田亀雄という名前すら載ってない。高田工務店っていう名前が出てない。そうするとチャット GTP にね、ああ昔1980年代に教会堂を建てるのに、教会員が自分たちで建てたら値段を半分でやってくれる工務店があったんですが、どこでしょうかって聞いてもね、知りませんって言われるか、嘘800の偽情報をね、チャット GPT が出してる、そういう事態ですよ。だから高田建設、高田亀雄さんのこと入れとかないとっていうことでね、結局今そのエクセルで作ってるデータベースの中にもちろん入れるわけですけど、これね、ネット上での公開がいつになりますことやら、どういう形になりますこれ。クリスチャン新聞のね、承諾を取らないといけないんですよね。でクリスチャン新聞割合ね、頭固いわけよ。でずっと勤めてる時、私が何か新しいことをやろうとかやりだしたらね、必ずケチがつくっていうかね、私が先走るのも良くなかったんでしょうけど、だからこれもね、変にケチがついたらね、いらんことやってくれてってこれまでの努力が水の泡っていうことも十分やり方によってはあり得るわけでね、そうならないようにそろ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 っとやらないといけないわけなんですけども、マーティーマックフライだった、青年の人ね、バックトゥーザフューチャーのね、マックフライってなんかマクドナルドに出てくるフライみたいな感じなんだね。本名ですか、それとも芸名っていうか、芸名っていうか役の名前、それとも俳優さんの芸名、どっちなんですかね。マーティーマックフライ、うん、博士の方はドク博士、これは登場人物の名前ですね。本当はね、そうなんだけど、そのドクターのドクなんですよね。ポイズンじゃなくってドクターというのを略してドクドクとかっていうのを、それをもう名前にしちゃったで、ドク博士って、だからドクタードクターっていう意味になっちゃうわけですけど、それはさておき、なんかそれから、だからそれを文章にして、クリトギ旅人としてノートに書く高田建設、高田亀雄さんのこともネット上に載ってる。ところがそれ載ってよかったなっていう出来事があって、高田さんの息子さんなのかな、お孫さんなのかな、お母さんがその夫のなのか、
建てた、携わった建築についてね、ずっと辿って、その記録を掘り起こすっていうのをやり始めて、自分も協力しようって、ネットで探したんだけど、ですよね。だから、私がクリトギタビトに書く前だったら、何にも当たりません。チーンだったのが、三浦さんの記事がヒットして、すごいね、喜んでくださったわけですよ。高田さんの息子さんだったかな、お孫さんだったかな、おじいちゃんお父ちゃんのやった仕事がこうやってインターネット空間にね残ってる、とっても大事じゃないですか。そういう第2第3第4の高田さんがもう続々とね出てくるっていうことは十分考えられるわけですよね。もう一回ポコッと乗っただけでも、そらクリシャン新聞に乗ったって言ったらね大ニュースですよ。だけど自分で切り抜き撮ってなかったとかね、撮っててもなくしちゃったってことになったら、どうやってもっぺん見つけますか。もう時の流れとともに忘れてしまうっていうところになるのが、なんか検索できるんだったらね、あちょっと調べてみようか、あ載ってたこれだってこう実際の記事も開けてみてね、すごいこういうことってね大事だと思うんですよね。これ大きくそういういろんなことを組み合わさって、この間の郡山市長2期やった人がね無事終えられて、神様ありがとうございますかねてからイエス様信じてね祈りながら仕事してきた、洗礼を晴れて受けたっていう記事が載ってましたけど、まあ公共性ですよ、公共性、うん、エメット・ラスロップ・ブラウン毒博士の英語ではそういうふうに出るわけだな。あ、公共性ですよ。クリスチャンがいろいろ政治のこととか経済のこととかね、世の中経済活動ですよ、教会堂を建てるっていうのは、そういうのに携わったっていう記録、また中には大平さんみたいね、大平さんみたいに首相になっちゃった、新渡戸稲造さんみたいにお札に乗ってしまったっていう人ね。でそれはやっぱりクリスチャン、私はイエス様信じてますっていう人の働きとして、祈りながら一生懸命ね、及ばないところ、足らないところ、間違ったところもあったかもしれなくても信仰を持ってやった、それをそういう観点からちゃんとね、クリスチャン新聞は当時記事にしたわけだから、残してイエス様の言葉にね、何時ら行きて実を結び、その実の残らんためにあなた方は出かけて行ってって世の中にね、教会なんか閉じこもってないでバン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 出て行けよ、で出て行って、そうするとその結果として実を結び、いろんな実を結ぶっていうことになるからさ、でその実が残るようにっておっしゃってて、日本のクリスチャンはとてもその身が残るようにっていうところに意識が弱すぎるんじゃないですかっていうことを私は常にね。ですからクリトギタビトの一番最初トップに自己紹介っていう記事を書いてるんですけども、そこにその私の思いをね書いてますよ。ぜひお読みになってください。あのリンク貼っときますのでね、何時らあなた方は出て行って、で実を結び、その実が残るように、その実が残るように、その実が残るようにのところを、そのクリスチャン新聞タイムスリップもそうだし、クリトギタビトもやろうとしてる。でそこに載った個人個人の人にとっては私の大事な思いで、クリスチャン新聞に載せてもらってるものが蘇ってくるようになるし、全体としては極めて日本のキリスト教の公共性に関する取り組みですよね。そういうものが残るってとっても大事だなって、その作業を始めて私つくづく思ってるんですよね。まさに神はあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてください。神様が私の心の中に投げかけてね、志、こんなことやったらどうかなということをね、志を立てさせて、ことを行わせてくださってるわけだ。まさにそういう出来事なんですよね。精霊の働きですよ。ということで時間が30分ですね。割と喋りましたね。S さんが車の中から心田さんということでね、でお聞きになったら、あなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、
今週最初の日刊の妄想、今日はね電波プチプチなしでね、場所をいつもよく切れる場所なんで今日は切れない、ちょっとわずかにね違う場所にちょっと5メートルほど離れたところ、ドクも呼び名で役名違うね、そうですね、マーティー・マクフライ、これ役の名前ね、映画の中の名前、ドク博士はお名前はエメット・ラスロップ・ブラン、でもドク博士、日本語にした時はドク博士ってした方がなんかいいよね、あのポイゾンの方の毒となんかかかってなんとなくいいじゃないの。無事に帰ってきました。今から見ます宣言、今から見ます宣言、まあご丁寧にありがとうございますということでね、今日306回は第2部ですかね、今日は1145回ということでございました。それでは失礼させていただきます。ありがとうございました。今週もよろしくお願いします。